手回しシャープ電球を使って普通の豆電球と LED 電球の違いを比べてみます。普通の豆電球は発電機をどちら向きに回しても電気がつきます。こちらは LED 発光ダイオードです。すみません、反対しました。電流の向きが逆だと発光ダイオードは、つきません。こちらは LED 電球です。まあ、ついてます。反対向きつけません。LED は電流の向きが逆だとつきません。